皆さんこんにちは。こんにちは。ですね、今日はこれからですね、手作りな楽器を作って、みんなで遊ぼうと思いますけども、バケツの弾力を使ってね、ピーンと張ると、ピーンと張るとね、後ですごくいい音がするんで、ちょっと強めに張ってみてください。シールも人気ですね。いろんな。好きでロックドラム、パンクドラムから音楽とか打楽器とかやるようになったんですけれども、その当時は何て言うんですかね、なんかこう学校生活とかでこう圧迫されて、なんかもう苦しくてしょうがなかったんですね。でそれをなんかロックとかドラムとかにぶつけて、バーッとなんか自分を解放させてたみたいな感じだったと思うんですけれども、やっぱりなんかこう基本的にはこういう、まあ、音楽にしてもダンスにしてもなんか絵にしてもなんか何でもそう自己表現するっていうことは、やっぱりなんか自分のなんかこう根っこにあるコアにあるっていうんですかね、まあなんか本当にこう奥の子にあるなんか自分っていうものをドーンとこう自分のエネルギーをバーンと解放するっていう、そういう感じなんじゃないかと思ってるんですよね。好きな音をドンって鳴らした瞬間にみんなこうパッとこう注意がこう前に来て、で自分もやりだしたら、ね、子供たちとかは好きだっていうか面白いと思ったら、その瞬間目が変わりますよね。でもあっという間にみんなこう一緒になんか楽しむモードにスイッチ入れてくれて、それはもうなんか嬉しい。あと、そうですね、やっぱりいろんなことで今、なんか忖度したりとか、なんか出る杭は打たれるんじゃないけど、なんか炎上したりとか、なんかこう、まあ、余計にしなきゃいけないことが多すぎて、プライバシーなんですね。もう本当になんかこう、ちっちゃくちっちゃく引きこもって、息を潜めないと生きていけないみたいな、そんな社会の風潮になってたんじゃないですか。一番大事で、もうほら、ドンって、みんなで一緒に、ドンエネルギーを任せる、自分の思ったようにこれが正しいと思ったらやってくれれば、それがあなたの人生になって、まあまあちょっと そこまで言っちゃうと大げさですけれども、そういう風にですね、子供たちに感じてくれたらいいかなと思ってます。